FGHA ですね。これで持ってるんですけどね、ゲームソフト自体は。実況プレイするのは初めてですね。久しぶりにちょっとね、今、パッと思いついたんでね。これね、結構面白いんですよね。うん。このゲームね。ケムコか。ケムコやったんね。はい。これね、久しぶりにやりますね、これ。これはね、何回もやってるんですけど、実況プレイは初めてです。これ一面クリアね、昔できたんですけど、今はできないかもしれないな。うわ、懐かしい。うわ、めっちゃ懐かしいな、このゲーム。障害避けながらこう下にですね進んでいくゲームで、これ確かね時間制限とかもあったような気がするんですけどね。もうやるの本当本当、ああしまった、何年ぶりって感じですよね。もう多分10年ぶり以上ですね、やってないですよね。そうそう、これね、これ乗った方がいいんですよね、こういうの確か。その方がちょっとね、その代わりこうなるのか。あれ乗ってうまいことね、着地すればね、すぐ進めるんですけど。これはしょうがないですよね、強制的なんで。でもこうなるんです。あ、しまった。障害物いっぱいあるんですよ、これ。これね、滑るんですよね、バナナは。で、ああいうところで時間稼いでしまうんですよね、ああいうことが起きるとね。ね、こういうこともある。ちょっとね、あれ、罠もありますからね。全部取ればいいってわけでも。全部ね、これもう障害物全部避けていかないときゃいけないと。リアクションがすごくリアルですね。あ、クリアできたかな、一面は。あ、そうか、そうか、忘れた。全部取らなきゃいけないんですよね、あれ。そうじゃないと、やり直しになるんですよ。もう忘れてるね、完全に。ノットアゲイン。また最初からですよ。全部取ってゴールまで行かなきゃいけないんですよね。だから時間制限はないんですね、確か。全部取って下まで行けばいいんですよ、ヒットポイントがなくなる前にね。一面はだからなんとかなるんですよ。二面以降になってくるともっと難易度上がってるというか、ヒットポイントの減りが激しくなってたような気がするけどな。どうやったかな。そんなんだった気がする。ヒットポイント取れないや、もう。あ。あ、落ちちゃった。ああ、そうか。こうなることもあるね。これ、なんか、取らなきゃいけないアイテムは、確か、
あの気球みたいなやつの中に入ってるんじゃなかったかな。だから全部取っていかなきゃいけないですね、あれはね。なるべくそうじゃないと全部回収できなくなるから、そこ、この中に入ってるんだと思うんですよね。全部取っていかなきゃいけないです。2つ目取りましたね。これも取らなきゃいけない。あー、逃した今。あー、逃した。結構むずいんですよね、このゲーム。だからあー、爆弾か。あと2つなんですけどね。うん、これ全然関係ないやつですね。あー、逃した。あー、逃した、また。逃したやつの中に入ってる可能性がありますからね。だから、一回逃したらもうね、一個でも逃したら一面やり直しでか。あ、これもダメですね。多分ね。またやり直しですね。だから一面からめっちゃむずいんですよ、このゲーム。うん、ダメですね。またやり直しですね。二つ逃してますから。はい。またやり直しですね、これね。だからね、一発で一面クリアするのが相当難しいゲームですよ、これ。またやり直しですよね。これまたね、これ全部なるべくもう逃さずに行かなきゃいけないんですよね。どこに入ってるかわからないですからね。だから入ってるとこは決まってるのかもしれないけども、覚えてないから。なるべくこの気球全部取って、ああ、よし、取れた。全部取っていくぐらいの気持ちでいかなきゃ。ああ、逃しましたね。ああ、そっか、まあ、こういう罠があるのはしょうがないんですよね。ああ、これもダメですね。どんどんどれが罠の気球かなんて覚えてないですから、全部取っていくしかないんですよ。あー、逃した。取った時にかけて関係ないのが多いよな。逃してるやつに入ってる感じがしますね。取ったものに限ってね、関係ない時が多いというかね。でもこれ、こんだけ色々食らっても死なないっていうのがある意味強いですね。ああ、これもダメか。あと2つがなかなか見つからないな。結構見つからないもんですね。これも違うのか。ああ、逃した。ああ、また逃した。ああ、また逃した。もうダメだな、これも。またやり直しですね。最後のところにありそうやな、さっきの連続のところに。まあ、結局同じですよ。はい、またやり直しですね。もうどこにあるのかわかんないから全部取っていくしかないんですよ。一発でクリアするんだったら気球全部取らなきゃクリアできないって感じですね。ヘッドポイントも気にしながらですから。あー、逃したな。やっと取れた。
あと1個ですね。ああ、また逃した。これもうあれやな、あんまり慌てない方がいいな、ゆっくり行った方がいいですね。時間ないですもんね、このゲームね。時間のあれがないから。ゆっくり行った方がいいな、もう久しぶりだから。これでも下押さなきゃね、先進まないから。強制スクロールじゃないからね。あー、逃した。難しいな。取った時に限って関係ないのが多いしな。あー、逃した。だからね、このゲーム一面クリアするのとてつもない時間かかるゲームなんですよね。もう一コインとかないな、今度は。ダメージ受けつけるとね、もう一コインとか減るから、これも関係なかったか。もう回復はしましたけどね。これ連続のところにありそうやな。最後のところ、最後の方ですよね、これ。あ、やっと取れた。これでやっと一面クリアできそうですね。あ、時間あるんや、このゲーム。でもギリギリでしたね。どこに時間の表示があるんやろね。やっとクリアしました、一面ね。えらい時間かかりましたね。あ、そうか、下のあれがカウントか、時間か。で、2面がめっちゃむずかったと思うんですよね。確かね、2面はクリアできなかった気がしますね。アクションがすごくなんかね、いろいろあってよくできてますよね。下のあれ、爆弾のあれが時間ですね。時間切れになったらゲームオーバー。いや、1個取れましたね。時間切れになったらゲームオーバーなのかな、多分分かんないですけど、一気に死んだことになるのか。ヒットポイント、まあ、ヒットポイント減るのは激しくなってますね、やっぱね、一面と比べたら。もうこれをね、細かく取っていくようにしましょう。進みにくい道ですよね、これ。よし、取れた。2つ目取れましたね。はい。ただ、ヒットポイントないな。今のところの、あんまり逃さずに取ってるから。あ、あいついたな、今。ああ、逃した、今。これが出るやつや、水が。
ああ、逃した。逃してもだ。うわ、車の途中で、これがあるね、気球が。あ、これやられましたね。初めて死にましたね。そっか、一発でゲームオーバーか。コンティニューしましょうか。はい、1個目ここで取れましたね。ああ、これ逃したな。なんかピエロみたいな感じですよね、ほんと。ああ、取れなかった。あー、これも逃した。あれ？何？ボーナスステージがあるんや。はい、終わった。2つ目取れましたね。はい、これどこで出るのか、ある程度決まってるのかな。うわ、邪魔しよったこいつ。これね、あー、取り逃した。これなんていうのかな、斜めスクロールだから分かりにくいんですよね、このなんていうのかな、感覚が独特の斜めスクロールなんでね、分かりにくいんですよ、この なんていうのかな。そこは難易度高い理由の一つとはしてありますよね。あんまりないですもんね、こんなスクロールのゲームって。あ、時間がないか、あんまり。まだ3つ目も取ってないもんね。車にひかれても死なないってのがすごいな。ある意味無敵ですよね。ただ時間ないね、下のあれ、爆弾見れば。時間が。やばいやばい。あ、3つ目取れたけど、これ多分間に合わないね。あ、もう時間切れですね。ゲームオーバー。はい、ゲームオーバーですね。はい、まあまあこんな感じですね。僕2面クリアしたことがないんでね。はい、まあこんなもんだと思います。はい、終わりますね。